あれね、めっちゃ謙虚ですからね、リアル。まったく、ほんと。ほんとに憎めない。さあ、この辺ではチップザイル。俺初めて見た、これやばいな。ふん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 。大阪さんのモノマネが超面白いね。諸行無常みたいな。おい、やばいな。おい、出まし、もう出てくる。カリンチューラブレザルがここで出てきます。エノさん、初戦の相手誰でしたっけ。エノさん、初戦の相手はラムレザルですね。そうなんですよ、はい、この2人でね、かなりの試合で対策話し合っていたので、かなり熱い試合になるかもしれませんね。お互いの対策が見れるといいですね。さあ、西1人リード。これ、カリンチさんを倒すことができたら、西にとっては大きなアドバンテージになるでしょう。プロサイドとしてすごく勢いで減る。キー嫌ってるだけで、他のキャラのハイソロぐらい減ってるんじゃないって感じですね。実はですね、カリンチさんはサブキャラでチップも使っているので、そう、チップ対策、ある程度自分でも出しても分かってると思いますね。ただ、遠藤さんはその中でも特別な人なので、ちょっと分かりませんね。これ何か触ったバンキーでワンチャン。あれで、あそこでね、あのバンキーを当たるんですよ。投手投げ、おー、トランス、あー、トランスが待ってる、壁張り付き、おー、エンゲス、エンゲス、ペースマシエンゲス、おー、待って、忍者だ、忍者。え、なにそれ、なんか開幕のネタみたいな。ティーテイフ消えてる間にね、できるんですけど、にしても狙ったんですかね。まあ、見た目狙ってた、狙ってたっぽかったよ。狙ってたか分かんなくなるよね、こうやってルートされると。うわー、うまかったが、それに対して対策している。やはりダブルゾーン、カリンチさんはね、潰して死んじゃう。あ、潰って、エムさんが、スピンから最後、ジャンディー、うわー、カリンチ、あー、なんて冷静なんだ。マジです、すごかったよ。自分でもやっぱミリア側からするとチップずるいと思ってるから、ね、おお、名前がやばい。フィロさん1回戦頑張ってやつ。フィロさん1回戦の相手どなたでした、誰でしたっけ。フィロさん応援されてますよ。レムダー vs メン、フィロさん1回戦であるとは、名前がフィロさんを1回戦頑張ってる。これはね、僕気持ち委員会社長からのこれで、ね、こうやって出ますよ、多分勝つと。さあ、カリンチラムレザル対カズキメイ。このプレゼン、意外とラムガンを面倒くさいらしいんですよね。見てると、戦いも苦しそうな顔してたから、多分そうなんだけど、多分空中はね、ダイエスが強くて、多分空対空やっても、リターンが合わないのかもしれないですね。あ、うまい。あ、いってメイだけなんか、ロマちゃんもその、遅延時間超えるから、補正かかんないみたいな、メイだけじゃないですけど。あ、さあ、カズキさんといえばオフ攻めですからね。うわー、遠い、広がる。ダハイ、うわーっと立っている、すごい試合だ。もうすぐに出たる、うわー、前パン見ている、前パン、そう、確認が間に合わなかったから小輪投げ、うわーっと、こちらはオイス、お互い珍しいですね。こういう技はね、いつもよりの動きはなかなかできないものですが、
わ無理もう少しなのに。はい、チチあーっとバーストガードされて、やばい倒産しちゃう。あーこれは絞ると、どうしたの、あーどうしたの、これはね無理でした。最後にテイラー入れなければ多分殺せたんじゃないかなと思ったけど。さあここでフィーノさんの応援は達成しました。まあロマちゃんすると削り殺せない可能性はあったから、いや今ならもう復帰しても復帰しなくても死ぬでしょみたいな感じで気持ちいい感じだったと思います。大丈夫大丈夫。さあここでロックスベットマン、そうですね、さっきちょっとあの盗みしてたんですけど、カリンチさんに出たいという声が聞こえたので、ちょっとかなり期待しております。俺もカリンチさんに出ようかなと思ってたんだけど、どんだけラブラブマカスさんがね、いけるみたいな、出たいって言ってたから、行きたいって言ってましたね。そう、じゃあ任せて俺さん人入れますからかっこいいWBC みたいな、なんで頑張ってほしい。この時は結構きついと思うんだけれども、ベッドが縦になってますね、今のところ。そうですね、東は今一歩リードです。かっこいい、とりあえず届かない、当たらない、相打ち。Duo 2All or nothing. あ、間違えた。何か。ライト。ブルータイプ。シャガーハイバー。やばい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 。ロックスバーストが発動して。ああ。間に合わない。間に合わない。本当だ。ランゲームしてんだ。バーッ終わったいや、このコンボ精度素晴らしいね。すごいね。あ、今だって絶対拾えなそうなのに拾ってるからでかいからな。素晴らしい。これ並びか、いや、一人。さあ、苦しくなっちゃいました。メロン君とフィーノ君を呼んでもらっていいですか。メロンちゃんは残り3人、次19だね、残り3人だ、残り3人、うん、伊藤雑魚、フィーノ、ベンガム、押し込みや押し込みの伊藤しかいない。左は、投げさんチームは投げさん、カリンチさん、ハーケンさん、大阪 B さん、4対3ですね。なんかここで颯爽とモッチーさんが選ぶのに一緒に入るとかそういう展開ありますか。やめたら無理、まあ分かっていたけど。取るかファースト入れたい。でももうこっち3人しかいないんだよ、おしげさんとフィーノ君とメロンちゃんしかいない。いや別にそういうわけではないだろうけど、絶対勝てない。お客様の中にモッチーさんはいませんか。まあちょっとおしげさんと相談してみるといいんじゃないか。カメンチが仲間になりたいそうな目でこちらを見ている。仲間にしますか。いいです。おばちゃんさんいるの。おばちゃんおばちゃん使用量1000円ですね。このタイミングででも加わるのはちょっと反則対策だと思うんだけど。まだ、ぶっちゃけ、おばちゃんとカリンチさんの試合は見てみたいけどね。見たい、見たい、見たい。もう、ここまで来たらもうね、会場にいる人全員使い切るぐらいのね、執念見せてほしいですね、皆さんには。ただ、俺には、ジョニオさんがいるんです。おばちゃんには5000円課金してきたっつって、こっちも、じゃあみんなでカンパして、おばちゃんに6000円課金してきたみたいなさ。
残業だな。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 残業だな
感は本当にねありますので、かなり期待しております。もう出てるメンツみんなワンチャンあるからね。ほらーうそー、お前の大フェンジェルはもらったみたいな感じでバシューンってなりました。ダークエンジェルもらえないんだけど、ベノムのダークエンジェルが弱すぎるってのがまた問題だよ。対して弱いって言うか、どうなんですかね。なんか全然削れないらしいからね。だからすぐどっか行っちゃうんだよね。なのにトランシはいつまでもそばにいます。あれ汚いの入りましたね。ガイ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 、おーダークエンジェル、さあ、かっこいきます。キューファイブ、今度シュール、キューファイブ強い、足場からフランポープ、シャンハイ、シャンディ、死ぬんじゃないかこれ。あー、ロールスタッチ高すぎる。マイパンあるよ。さあ、最初ラウンド1-1、シュールライト、シュールライト、B、B、あぶねー。ノーマンヒットですが、2枚までサフィックで、まあ、カウントしないので、まだ待ちでしょう。ここまでマイフィー見てる、はい、そうだね、フィーナさんのマイフィーはキレッキレです。それが、帰って帰って邪魔かも。ダーシュで、中段ガード、うわー、刺さった。フィンバッカー、噛み合っている。紫を無理やり触りに行きたい、コマキャン離したらまずじゃない、これでゲージを引かしたことが成功しました。うわぁ SSB まで強い密着で剣の後に駒投げ、残りは2人となりました。頼んでいい、4対2。オペラ。レムダ vs ザト。しかも残ってるキャラ強いな。ハウスとラムレザル、ソル、ハウスと。そしてミリア、ザト。あ、強いな。どっちも強かったわ。強い確信ですね。さあ、伊藤ザト対フロー、ラムレザル。この組み合わせもちょっとね、ジャンルが面倒くさそうな雰囲気がするんですが、一回トライしたいなというところですがね、このトライの厳しそうな感じがしますね、今のところ。うわー、惜しい、ガンピーが強すぎる。もう一度ジャンピー、ジャンピーロマンからジャンピーまで、足を右から左へ。もう一回できるんじゃないかな、モギャンすれば。いや、まあ、手だけできないけど。確かに。うぇー、まだ端に運ばれないね、ラッキー。いくぞー、うわぁ、寄ってしまって、これはパーソン、これでしょ、キャンサーにチャンス、パーソンっている、パーソン。ああ、ここでスライディング、素晴らしい対空だった。ここで一気に大将戦まで持ち込みました。いずれその価値は大将と書いておいて、もし20を20消して大将4対1。さあ、カムイの多さ、頑張って。4人、大丈夫っす、いける。カネンさんとおしげさんは実はもうなんか対戦したことあるみたいですね。そうですね、カネンさんが関西に行って、お仕事を、数を、おしげさんが8段ぐらいだった時に行ってるから、前とはちょっと違いますけど、8段ってそっから10段上がってるんですけど、そう、ものすごい勢いで上がったから。
あのモッチーとかもそうものすごい勢いで上がってたけどこの人もすごい勢いで上がってたから、ね、1週間ぐらい上がったイメージなんですよね。この人早いです。さあ行きましょう。カムイの王、おしげミリア、大将、対東、何チーム、カリンチェラミネル、18人目対21人目、大将対上手に入れ。すげえプレイヤー性能の高い人のぶつかり合いですからね。やりとりが上手い。それだ、なんだバリア、うまい、捕まえた。あーそなるほどね。一観客みたいな感想されない。いやー読み勝ちが素晴らしい。うなさで無敵でトランス出したら強いのにね。うわぁ投げている。あーガード硬い。勝て投げている無理だ。これが成功。キンバさんはここでキンバ何とか捕まえたい。さあモグラトゥキ失敗。ウンガがうまい。やめましはは、やい全体。マジだっけ。ただもスランゲル漏れた。まだだ。はい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 。50ワットに見えたが打てば両対応11。パースキーだけうまい。バリンスを投げた状態で足払いが刺さる。これはまずい。これはいいぞ。おお止まない。これは走りきるか。足払いそのまま起きてない。走り持ってくことができそうか。読み勝手ガルドオープンパスクジャーナイが数枚潰しているモッチまず中盤中盤硬いカウントさあこれ切り位置を入れ替えてジャンプリーうわー設置発動勝ったのはカリンチュラウネザル。残るメンバーは投げファースト大阪 B ファーストハーケンソル残しての勝利となります。それではですね、こちらインタビューをしたいと思いますので、今日今優勝したチームの投げさんとカリンちゃんにそれぞれコメントをいただきたいと思います。で優勝チーム撮影をしようと思いますので、ちょっとそこでねまだ解散しないで待っててください。そうですね、活躍した人はジンクスがありますので演算はね、あんま思い出したくないですそうだよね思い出なんかに意味はないよ人間は機械的に生存するだけだもん懐かしいそうだね、うんじゃ あ, まず投げさんの前にカリンチさんに、大活躍したということで MVP はいこのマイクを渡してあげてくださいはいどうもカリンチです、まあ、今日はチームの勝利ということで楽しかったです、まあ、明日優勝できるよう頑張ります頑張ってください。さっき遠さんも言ってたんですけど、前日の前夜祭活躍した人って、1回戦とか危ないんで、1回戦一番気合入れて頑張ってください。1回戦突破すればなんとかなると思います。ありがとうございます。それでは最後に投げさん、
チームを指揮してくれたということで、最後に一言お願いいたします。はい、前夜祭では全く活躍しませんでしたので、本戦で頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、さあというわけでですね、本日の前夜祭10時半までに終わった奇跡的な、スケジュール調整でございました。明日はですね、意外と開始時間遅いので、まあゆっくりの試合して、疲れたら帰って寝て明日に備えてください。明日もアクロム本戦、私は、会場には行きませんが、アダメ亭で栄冠ラインでもやって応援しておりますので、皆さん頑張って優勝してください。お疲れ様でした。人の悪意が触れてはならない。